ナイフ家康殿は西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の守備はどうじゃ、大谷刑部殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし東国は今や徳川が本拠、多くの大名がすでに密約を結んでおりまする。三成殿も人気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば物のわからぬ大名どもに今一度義を説こう。海か。また義を振りかざして敵を増やさぬといいが。家康殿には正攻法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、刑部殿よ。もはやろくに目も見えず下法で生きておるに、今さら正道を歩もうと神仏の救いは受けられますまい。
この者が太宰府に秘匿された五国の霊石を見つけ、こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。